大阪証券ビル市場館とはかつて日本の大阪府大阪市中央区北浜にあった建築物である。かつての大阪株式取引所が1933年5月23日より建設に着手して1935年4月28日竣工を遂げた。同書は第二次世界大戦中に日本証券取引所として統合されたので同書の 所有となることを経て、日本敗戦後同国を掌握した、連合国軍最高司令官総司令部の意思による、同所解散後は、その施設を引き継がせる主より設立された、平和不動産会社が所有にあたり、新たに発足した大阪証券取引所はこれを、賃借の上取引所を運営する運びとなったのである。また1945年10月7日よりは、 同司令部が地下室部分を暫時接収したことがあった。時勢は移り、取引所機能の電算化をもって立会場は1999年7月を最後に廃止されたので、用をなさなくなった当館は2000年3月閉館となった。そして2001年10月より取り壊しに着手され、仮想会は市場館の外観を保存した作りとなっている。 大阪証券取引所ビルとして新たに建築され、現在は大阪取引所ビルとなっている。設計は、長谷部武子市建築事務所である。AB、平和不動産40年史7から41ページ。AB、大阪証券取引所級市場館歴史調査、報告書41ページ。ありがとうございます。